が全く見えません。はいどうも、しおみんでございます。今どこかというとですね、 JR の生瀬駅というところに来ております。今からどこかに行くかというとですね、はい、福知山の廃線跡がありましてですね、そちらにですね、行ってみたいと思います。それではどんなところなんでしょうか、お楽しみください。それでは、はい、とりあえず住宅街をですね歩いてる感じでございます。ちょっと迷ってるかもわかんないけど、とりあえず行ってみます。はい、一回間違えましたね。はい、逆方向に進もうと思っております。生瀬通りってやつですね。国道176号線です。はいどうも、ちょっとねいろいろ迷いましたけど、もう到着したみたいです。今見てもらったのがですね、福知山線の、跡地っていうか福知山線があった線ですね。はい、ちょっとずっと武田を温泉あたりまでこのまま行きたいと思います。それでは、一つ目のトンネルです。涼しそうです。先が全く見えません。真っ暗でございます。先が見えたら安心しますね。はい、しばらく歩くとですね、2つ目のトンネルが現れてきました。はい、こちら入っていきたいと思います。なんかめちゃくちゃ味のあるような感じですね。それでは行ってきます。はい、今回も真っ暗で何も見えません。入っていきます。
中はあれですね、玉砂利ですね。はい、気温はだいぶ涼しい感じでございますが、ちょっとね、先が見えないので、ちょっと不安です。一人じゃね、ちょっと怖いかもわかんないです。はい。トンネルの中ね、自分の声とか自分の足音以外は無音でございます。無音ってちょっと恐ろしいですね、やっぱり。まだ出口が見えてきません。ちょっと不安ですね、これ。こういうとこ来るとですね、永遠とトンネル歩いとったらどうしようとかって、なんかそんなこと考えちゃいますね。はい。それでは頑張って出口を目指します。5分ぐらい歩いたでしょうか。やっと出口が見えてきました。嬉しいです。はい。このように帰ってこれます。